はい、大村ボートです。九州ダービーです。2日目終わりました。ここでは2月11日に行われる3日目の競争を、展望していきますが、選んだのは4レースです。理由は後で言います。まずその4レースに出場する6人の、2日目を終えた後のコメントを紹介していきます。1号艇が石橋選手、伸び型スタートして余裕はあるが重たい。そして2号艇が山口選手、特徴はないけどゾーンには入っている、ちょっとずつ上積みしたい。そして3号艇が池永選手、悪くはないけれどエース機ってほどの出方ではない。そして4号艇が前田選手、飛び抜けた足ではないけれどバランスが取れて全体にいい。それから5号艇が大場選手、伸びが落ちずにバランスが取れてきた、かかりを良くしていきたい。そして最後が6号艇で山田選手、かなり上向いている、あとは特徴が出てくれれば。まあコメント聞いたらみんないいですね。で実際みんな悪くないんですが、4レースを選んだのはもうただただこの4号艇の前田選手がいるからです。これは、2日目のレース内容の中で一番目立ったのがこの前田選手でした。この前田選手、まあコメントはバランスが取れて全体に飛び抜けた足ではないという評価ですが、46号機 29% のモーターです。だから実績からいくと大したことはないんですね。 29% ですから、まあこの中で飛び抜けてるのはもう池永選手ですから、もうエースモーターなんです。65号機の枝野選手がもう帰郷しましたから、もう飛び抜けたモーターなんですが、まあ2日目の、6レースかな、2コースから、インの甲賀選手を指して1投取ってますが、もう甲賀選手との足の違いがもうまざまざと分かります。1コーナーでもそう、もう届くような差しじゃないのに届いてしまった、2コーナーで差し返されて、また今度直線で突き放したっていう、もう強烈でしたから、2日目だけ言えばもうこれが最高に出てるんだろうと思います。それからあとは石橋選手、2日目は1レース1回乗りでした。6コースから、5号艇を抑えて、まぐり差しで2投取ってますから、これもまあいいでしょうし、それから池永選手はまあ変わらずですね、まあ6コースでしたからね、行き場もなかった、ただ、スタートがバチバチ決まってるんでこれが攻め手になるだろう。で5番は大場選手は伸び型だったのが後半内枠になって出足に持っていきたい、それがどうも成功したようで2投取ってますからね。ほんで山田選手はもうずり下がるような足がかなり良くなって、結果出してます。初日の転覆で心配してたんですが相当良くなってますというメンバー構成です。基本的に言えば1番、3番、4番の争いだろう。1号艇が先に回る。3番はもうゼロ台のスタート3連発してますから、これはもう攻めていく、握っていく。4番が届くのかどうか、1、3、4の争いだよというところで、僕はもう思い切って4号艇の前田選手に20丸打って、1、3、4や3の頭とかちょっと抑えめで、抑えれたらここですねなんて話をしようかなと思ったんですが、ここで4をやめて3にしたのは、実は池永選手の、9月以降のデータ、3コースのデータ見たら9勝してるんですが、3コースから池永選手がまくり勝ちが2回しかないんです。あとはまくり差しなので、これ2号艇、まあ山口選手も悪くはないですがね、篠崎仁選手にやられちゃいましたが、これ3号艇がここに入ったら4のこの差しっていうのはあるのかどうか、じゃあそれなら上回ることになるだろう、届くのかなっていうのがあったので、4の本命を我慢して、スタートのバチバチ決まってる3から入ってきました。まあ一応基本的にこれだけ出ててこのスタートですから、で2号艇がもうほぼ差しですからね、上行って、まあここも十分あるんですが、ここ行って3で4の差しで3、4というのを一応狙い目としては挙げておきました。で抑えるならこれももちろん、当てに行くなら1、3、4で、ね、これが一番本線だとは思います。でこのレースは3の動き、まあ、スタートはもう決まってますし、このモーターですからおそらく遅れることもないでしょうから、仕掛けていく、まくり刺すのかまくるのかで展開は変わってきますが、大場選手の直線の足もいいですし、山田選手もまあまあ残ってますね。やっぱりこうなんかちょっと落ちる、山田山口は少し落ちますかね。だからまあ20丸こう打ちましたが、もちろん池田選手が出てて丸丸という評価で、三角三角というこういうエンジンの評価をしておけばいいと思いますが、3番がとにかくスタートは決まってます。3がどこに入るのかで外の展開変わっていますから、
1から例えば5号艇の狙い目3の上を4が握っていってしまうような展開もあるかもわかりませんから、5や6の2着穴3着穴なんていうのもちょっとオーツ見ていろいろ考えながら、ただ基本は1番3番4番の争いだよ、そして2日目のレース内容だったら山田前田選手の動きがとっても良かったよということで、これもう一つ展示タイムね、2日目の6レースの展示タイム抜けてましたから、同じようにタイムが出るなら4番はもう大いに狙い目だと思います。ありがとうございます。